ブルーベリーと豆乳、あとでちょっと足りなかったらバナナ食べます。いただきます。本日の豆は東ティモール。試合に持っていくものは AirPods とスマホ、あと歯ブラシくらいかな。くらいですね。あとはもう全部チームに揃えてもらってます。もうこれでいきます。また今年のチームの服はこれかな。短いけど、いやー、いよいよ開幕っすね。今日は開幕戦、ジュビロ磐田と3時から試合があります。ホームでですね。まあ、ジュビロは去年1分けいっぱいなんですけど、まあもちろん昇格候補の相手ですし、まあ、開幕戦だからもちろん難しいゲームになると思うんですけど、硬いゲームになる可能性も高いですけど、まあ積極的にアグレッシブに、積極的とアグレッシブは一緒だな。まあプレイできたらいいかなと思います。まあ楽しみですね、本当に。昨日も一昨日も J リーグ他のチームの試合を見て、去年までチームメイトだった吉尾とかレッズで開幕でスタメン試合で出て、すごいいい刺激になりましたね。見てて本当サッカー早くしたいって思いになったし、より高いレベルでプレーしたいって気持ちもなったし、とにかく楽しんで勝ちたいなっていう思いになりました。すごいワクワクしてますね。楽しみです。より良い結果出せるようにいいシーズンにしていこうと思います。開幕戦しっかり勝ち点3取れるように頑張っていきたいと思います。いい準備します。行ってきます。
ちょうだい。デビューかよ。今日ゼロだったから。いや、もうみんなのおかげです。YouTube 見てる人のおかげです。あす。10髪が僕ない髪が僕ない大丈夫大丈夫。10勝ちました。でかっ、はい、ずっと守備してたけど、こういう苦しいゲームを勝てるようにやっていきましょう。よろしくお願いしますでかっ開幕戦1対0で勝ちました。あの開始1分で点が入って、まあ、そこからあと守りきったっていう形のゲームだったんですけど、まあ、僕も多分アシストついたのかな。アシストついて、まあ苦しい、ずっと守備してるゲームで、内容的に言ったらかなりひどかったですけど、まあみんなハードワークしてどうにかゼロでね、勝ち切れてよかったっす。まあ修正するとかもたくさんありますけど、今年の場合は1週間に1度の試合のペースなんで、まあ、より良くしていけるようにやっていければいいかなと思います。僕自身も、まあ、もっともっとパフォーマンス上げていかないとですね。まあでもとりあえずね、開幕戦勝てて本当良かったですね。内容どうのこうのありますけど、まあいいスタートが切れて、まあすごい嬉しいですね。最後、スタジアムの雰囲気なんかもすごい、なんか手拍子してもらって、もうロスタイムぐらいかな。なんかみんなで戦ってる感じがすごいあって、よかったですね。すごい力になりました。きつかったですけど。ありがとうございます。また、来週の試合に向けて、より良くしていけるように、いい準備して、頑張りたいと思います。応援ありがとうございました。また来週ホームで山口戦あるんで頑張ります。お疲れ様でした。